is Laugh and Music. FM Osaka 85.1. FM Osaka. みんなで作るラジオ。Fantastic Radio. FM Osaka. みんなで作るラジオ。Fantastic Radio.こんばんは、ファンタスティックスのパフォーマー沢本夏樹とパフォーマー堀夏樹です。今週のファンラジはこの2人でお届けします。お願いします。さあ2月も最終日です。早いよ。2月28日。もう今年入ったと思ったらもう2月終わりじゃん。もう終わりますせ。やばくない？そんな今日は、ビスケットの日だそうです。ビスケットの日、なんでビスケット、なんでなんだろうね。どういうこと？2人にとっての懐かしいお菓子は何ですか？懐かしいお菓子ね。僕は小学校の時にめっちゃ駄菓子屋行ってた。サワーペーパーってわかるかな？駄菓子でサワーペーパーっていう駄菓子があるんですよ。あのね、本当に細長い包装紙で、なんか四角い長方形の長いグミみたいな感じなんだけど、あ、わかるかもしれないわ。なんか粉が異常に振ってあって、あ、違う、なんだそれ、引きちぎる、こんなん、あ、噛みちぎる系ね。そう、かぶりちゅうより硬いんじゃないかぐらいの。そんな、そう、お、知らない。僕懐かしいお菓子といえばそれなんだよな。駄菓子で、駄菓子か、まあ、あとは爪楊枝でこう刺していくちっちゃい、あれ、ね、団子かなんかわかんないけど、謎の食べ物あるじゃないですか、みんながお餅みたいなねあれ何あれあれ強いよねみんな好きじゃない？みんな通る絶対。あのピンクとか青とか黄緑とかあるやつだよね。あんなちっちゃいの爪楊枝で刺してさ、お腹たまるわけないけどさ絶対みんな食べるよね。でもなんか意地でさ、こう1個刺したら3個ぐらい刺してから口に入れなかった。やったやった、めっちゃやった。それとにかく多く頬張りたいけど、全部ガッていくのは違うから。違うからね。1列ずつ刺してね。やったわ、懐かしい。まあ俺なんだろうな、駄菓子か。俺あの駄菓子っていうのか分かんないけど、3個に1個酸っぱいやつ、はいはいはい、あれガム、あれめっちゃ好きだった。あれやったわ。俺おばあちゃん子で、でおばあちゃんと弟と3人でよく、ジャスコって言われてた、今なんだ、イオン、イオンねがあるじゃん、によく行ってたら3人で、で必ずその酸っぱいやつが3個に1個入ってるやつを買って、おばあちゃんに買ってもらって、で必ず3人で帰り道に誰が酸っぱいのっていうのをやりながら帰ってたっていう記憶があるから。懐かしい。いや、その辺ですね、駄菓子屋今行ったらテンション上がるんだろうな。上がるよね。ね、久々行ってみたいし、知らないやつだもん絶対あるじゃん、ちょっとみんなで、ちょっとシエルさん駄菓子ロケしましょう、ファンタで。駄菓子ロケ行きたいっすねこの実現してくんないからな。酸っぱいやつやりたいと思います。やりましょう、お願いします。そんな今日のファンラジは普通メールと、あ、ご無沙汰しておりました、沢夏調査隊の調査報告を行いたいと思います。ということで、僕たちファンタスティックスとファンタジスタのみんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、今週もスタートです。おっと大丈夫か。みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。さあ、それではすいません、先ほどちょっと咳が出ちゃいました。危ない危ない。それでは前半戦、ファンタジスタのみんなからいただいた普通メールを紹介していきたいと思います。 OK です。じゃあ、いっちゃいますね。ファンタジスタネームみほさん、突然ですが皆さん食べ放題は得意ですか？得意ですか？私は焼肉などの食べ放題で絶対に元を取れません。そんな私でも自信のある挑戦したい食べ放題があります。それはケーキやドーナツなどのスイーツの食べ放題です。来たよ。近くにそのような店舗がなく、まだ叶えられていないのですが、いつか挑戦して元を取りたいと思います。皆さんはこの食べ放題なら自信があるというものはありますか、ということですね。これあれじゃない、スイパラってパラダイスね。みんなで行きたいって話してきてたね。行ってないよね、行きてー。食べ放題、夏希くんはもう得意そうっすね。いや、食べ放題好きなんだけど、どういう系だ、バイキング系だと自由に取れるじゃん。確かに。だから焼肉とかだとさ、毎回注文してなきゃいけないじゃん、それがなんかだんだん申し訳なくなってくるなるほどね、こいつまだ行くんだみたいな。食べれる人は食べれる人で悩みありますね、そういうね、いや、だから一口目絶対これ俺いっぱいいけると思うのは、やっぱりあのナンのカレー。カレーでナンのタイプで、ナン一口目食べるときに、でナンって大体おかわり自由じゃないですか、いやいやいやみたいな、そんなことしていいんですかと思うわけよ最初。知らないよと思うけど、やっぱナンってすごいな、あれもう腹にくるくる。たまるよね。
いけないもんっすよね、うん、何のあの食べ放題でちょっとかましてみたいっていう気持ちはありますね。1回3枚ぐらいは行ってみたいな。あ、3枚、俺3枚ぐらい行くから、行ける、行く行く、マジか。あれはね、いつまで経ってもね、やっぱり気持ちと量が見合わないっすね。確かに、うん、最近なっちゃうカレーハマってるから、はい、いやそれこそね、ちょっと連続で行っちゃっていいかな、うん、はい、よいよいよいよ、カレーのメールがたまたまあって、はいはい、ファンタジスタネームモッチーさんなんですけど、あの堀夏くんにどうしても聞きたいことがありまして、それはブログなどでいろんなところで発言しているカレーブームについてです。ズバリどのような経緯でカレーにハマったんですか、うん、お、知りたいよ。 それカレーがですね、あのね、月刊エグザイルが、うん、まああったじゃないですか。今もうあの電子になっちゃって、うん、デジタルになっちゃったんですけど、ね、あのまだ紙である時の最後の号で直人さんのあのかき氷のあの連載があって、かき氷直人さんがいろんなところに食べに行くっていうので、僕と小吉さんとかき氷食べに行ったんですよ、はい、でその時にかき氷をまず食べまして、 すごいメンツだね。そうそうそう気になるとこめっちゃあるな、うんうん、でもかき氷を食べに行くわけ、わざわざで、かき氷その場でまあもう3つぐらい頼んで、結構でかいんだけど、でそのかき氷もすごい進化系でめちゃくちゃ美味しいやつ で食べるじゃない3人で、でそしたら次の取材までに時間があると、はい、1回うどん食い行こうってなって、でうどんを近くにすごい有名店があったから、あ、そうなんだ、そう連れてっていただいて、でちょっと並んで、でうどんを食べて、でそんなに喋ることなくもう3人とマネージャーさんでも黙々とうどんを食べ、あさあ行こうで、はい、次の取材のかき氷屋さんに行ってまたかき氷を3つぐらい食べたんですよ。めっちゃ食うね。そうで、そしたらその後に俺もお結構お腹いっぱいだなと思って正吉さんが、うん、これからカレー行ってきますみたいな、直人さんに言ってて、うん、あマジっすかみたいな、堀夏人生にはね大変なこともあるんだよって言って、うん、カレーにを食べに行ったわけですよ正吉さんが。大変なことあるんだよ。そう、うん、でどういうことだと、そのカレーその前にも最近俺カレー頑張ってんだよねって言ってて、カレー頑張ってるってなんだみたいな思ってたわけです、うん、でもよくよく考えたらやっぱそのそれだけ食べ物にやっぱ熱心にいけるってなんかすごいかっこいいなって思って、うん、俺もカレー頑張りたいって思ったわけ。正吉さんのカレー頑張ってんだよねが頭の中でカレー頑張ってんだよね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 ってなって、思っちゃってんだ。で俺カレー頑張ろうと思って、うん、今カレー頑張ってる。あ、その流れ。そうそうそう、すごそう。え、そこのカレーは美味しかったの？いや、カレー俺ついてってないんだから。あ、ついてってないんだ。その後最終的に正吉さんだけがカレー行ってくるわって言ってカレー行って、うん、だから俺カレー食べたわけじゃないんだけどマジか。なんかカレー、そうか。で直人さんもカレー大好きで詳しいんですよね。そうなんだ。そうだからなんかでもカレー詳しいってかっこいいなって思っちゃった。そこでいや頑張ろうと、でカレー調べ出してで行き出したっていうのがハマりのきっかけなんですよ。だからそう完全にもうなんか勧められたとかでもなく、ああ、そういうこと。勝手になんか感化されて、うん、勝手だから多分直人さんも正吉さんも俺が今カレーハマってることも知らないし、あ、そのきっかけがあのお二方っていうのも絶対知らないと思う。勝手に俺がいつかねそれ言う時が来る、うん、俺も完全に正吉さんと直人さんとカレー食べに行ってそれがうますぎてハマっちゃったっていう認識でいたから、かき氷とうどん食べに行ったの。カレー食ってないんだ。あれ、カレー食ってない、わけわかんないでしょ。でカレー頑張ってるってワードだけでここまで続いてる。そう、すごいな。そう、わけわかんないよね。声で伝える人ってすごい歌と一緒かもしれないですね。そうかもしれない、相当こもってたかもしれない。そう、そんな影響で実はハマったんです、はい、またカレー報告をこのファンラジでしてもらえると、はい、ちょっとカレー極めます。いいですね、はい、この流れでどうしよっかな食系でいくならこれだ。ファンタジーさんネームのぞみさん、はい、いつも楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。いきなりですがラーメンを食べるときレンゲを使うタイプですか？私は猫舌なので必ずレンゲに一回乗せてから食べてます。またパスタを食べるときはスプーンを使ってくるくる巻いてから食べるタイプです。これラーメンマニアなつきくんとしたこれは、はい、このレンゲはね難しいね、この説明。うん、僕はラーメンを右利きなんで、はいはい、右でラーメンこうある程度持ち上げますね、うん、
でそのまますすると、うん、スープが飛び散っちゃうんで、はいはいはい、一瞬だけ何も入ってないレンゲに乗せて、うん、そのレンゲと一緒に持ち上げながらすするタイプ。はい、初めて見た。そうするとそんなタイプいるんだ。ラーメンの汁も飛ばずに、うん、レンゲを下でなんていうの、汁を経由しながらこう上げてこれるから。それすごいね。そう、右手と左手を使いながら食べる。熟練された技じゃないですか。もう見つけ出した、これは俺なりの食べ方。なるほどね。うわ、それは新しく聞いたわ。いやでもちょっと やってみたいな、そのレンゲの使い方は。いや、おすすめ。あの、ほんと汚れない。ただやっぱちょっと練習が必要だな。タイミングのね。そう、むずい。上がると同時に行かなきゃいけない。そう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 、練習、よく練習。左手固定しちゃうと結局麺がペロペロってなっちゃうから。そうだね、吸う力の自分の加減と同時にレンゲのアップをね。そうそうそう、同時に練習が大事。やってみましょう皆さん。そうだね、やってみましょう。こんな感じですかね、はい、食系でいくと。ということで、はい、一旦ここで締めまして、はい、曲紹介いきたいと思います。それでは聴いてください。ファンタスティックスでハイフィーバー。 FM 大阪からファンタスティックスの沢本夏樹と堀夏樹がお送りしています。みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、後半はこちらのお時間です。沢夏調査隊よっ。こちらはファンラジの公式ツイッターを駆使し、全国にたくさんある地域間の呼び方などについてアンケートを取って調査するというコーナーです、うん、今回の調査内容はちょっと変わった校則についてです。面白そう。これここにまとめがあるのでね、はい、ピックアップしていきたいと思います。いやもう面白そうなのいっぱいあるな。こちらね、ちょっともう早速上の方から気になるのありますね。いい、北海道オホーツク地区、はいはい、うん、危ないので流氷に乗らないでくださいっていう校則禁止事項がありました、はいはいはい、流氷の下は海なので落ちたら危ないんですが、たまにふざけて乗る人がいます。ダメじゃない、ダメじゃない。独特だよ ね。流氷に乗らないでくださいなんてさ、考え、流氷って言われてその流氷ってまずなんかもう思い浮かばない、うん、サイズ感とかさ、うん、もう氷っていうのが何て言うの、うん、あの塊なら分かるけど、うん、どれぐらいの規模感っていうね。それが高速に乗ってんのがすごいわ。さすがだよね。うん、他あるかな。宮城県で言うと、うん、ゲームセンターに行くのはダメだけどプリクラを撮るためだけなら入っていいっていう校則がありました。なんだそれ。だけど制服プリクラを SNS に上げるのは禁止でした。なあ、なるほど。あ、うわ、もうなんか、うん、難しい。難しいね。ゲームセンターに行くのはダメ、プリクラを撮るためだけならいい、じゃあもういいじゃん。そうなんだ。もうすでにいいよね、もう入っちゃってる、入っちゃってるからね、うん、でついでにゲームするから絶対、絶対する。でなんか見つかったら「うん、してません、言えるもんですってね。これはグレーゾーンな校則だな。なんかね、面白いな。あと時代だよね、うん、プリクラを SNS に上げるっていう。撮るのはいいけど SNS はダメなんだね。そうそうそう。なっちゃんだったら何、愛知県じゃん、愛知県ある、うん、愛知県面白いの多いね。愛知県ありました。それこそ SNS つながりで、はい、SNS に学校名を載せるのは禁止でした。あ、でネットパトロールに見つかったらプロフィール欄をプリントアウトされて後日呼び出しを食らってその紙を突きつけられます、うんうん、はあ。ネットパ学校側がネットパトロールしてんだ、ね、怖いんだけど。すごいね、うん、もうサイバーカーみたいなのあんのかな。まあもうサイバーパトロールそれに雇ってる人みたいな。ね、すごい。だって先生たちも忙しいのにね、ネットパトロールする時間も大変だね。すごい時代、 SNS の時代です。いやー、これはちょっとさすがになかったな、愛知県。あ、さすがに。なっちゃんの学校はとかないの、独特なみたいな。うち、いや、これあったわっていうのが1個あって。お、何？神奈川県の、うんうん、号令、授業開始の号令の時に黙想をやることになってました。え、気持ちを落ち着かせるため、あの起立、うん、黙想やめでお願いします。俺これあったんですよ、黙想は。黙想タイム、黙想タイムね、がある先生がいた。あ、先生によって。そう、担任の先生がその先生になるとその1年間黙想してた。どれぐらいの時間。え、もう本当に先生のさじ加減、数秒。あ、マジか。やめれみたいな。本当にあったなこれと思って。何考えてた。いや、黙想だって。黙想黙想って感じか、うん、あ、黙想。あ、やめだ、終わった終わった。そうそう、もう
普通だったからね。もう流れに身を任せて系だね。これは確かにあんまないだろうなと思ったね。面白いね、そんなあるの、うん、初めて聞いた。クソありました僕も。他にケイちゃんがじゃあ言ってる山口とか、自由参加という名の全校生徒強制参加の朝練がありました。朝7時から1時間ほどハイペースで死ぬほど走り込み、すごいね。何それ朝練だから何の練習かも分かんないね。走る走り込み、でもいろんなことに対応できるから走ろう。とりあえず走れ。自由参加1時間ほど、なかなかのしんどいね。きついね。俺長野県あんまないんだよね、そういう高速。多分俺はもう高速っていうか白文帳っていう宿題が出てくるのよ、うん、あの漢字ノートってあるじゃん、はいはいはい、あれのマスがめちゃくちゃ小さい、うん、どれくらいだろう、このペットボトルのキャップよりちっちゃいマス目の漢字ノートを毎日書きなさないみたいな。高速っていうか宿題が1ページみたいな、そういうページ。へえ。めっちゃちっちゃいのマスが。なんて表せばいいんだろう、iPhone のホームボタン昔のあれぐらいのサイズにこうひたすら漢字書いて1ページは毎日みたいな。マジで？そう。それ独特じゃない？めっちゃ独特な宿題ルール。へえ。かな。いやきつ。ちょっと沖縄とかないのかな。福岡なんかちょっと意外な。何？近くの山に月一登山往復2時間ぐらい。めっちゃ大変ですねこれも。レアやってたのかな。卒業までに36回登らない。何それ。卒業させてもらえませんでしたって。休んだ場合は夏休みとかに振り替え登山です。うわしんど。今では年3回になってるみたいですが。減ったな。だいぶ減った。ええー。夏休みに振り替え登山、きついね。すごくない？福岡ってそんな山有名だっけ。これは大変だよ。うわ福岡の方、いや皆さん大変な思いをされてる。そうだね、もうやっぱ、うん、いろんな校則がありますよ。ああ校則というよりルール的なっていうところも結構面白いのがあって、うんうん、あの体育の授業の最後に先生が解散と言ったらみんなで拳を掲げながらいやーっていう謎ルールがあります。めちゃくちゃ謎。どういう先生がなんで授業の最後に解散って言ったらいやー言って解散していくってわけでしょ。いやーって言いながらでも走っていくでしょ。言いながらはけていくめっちゃおもろいねこれ。これ旗から見たいな。俺でもこれに似たやつあった。マジで？あ、なん集合の方俺は。あ、うんうん、集合って言われたらいやーって言いながら集合拳は掲げなかったけど、集合って言われたらいやーって言って整列してたけど、うん、それもなかなかだけどな。え、でもさ、それはいやーって言いながらこう揃ってビシッとなるわけよ、うんうん、だからまだなんか心の整理がつくわけ、うんうんうん、そうなんか解散って言われていやーって言いながらみんなでこうはけていくっていうのはさ、どういう状況なんだろうね。どこでそのやーのテンション感を途切らしていいか分かんない。そうそういやーって走っていって散歩ぐらいしたら、うん、あーなんのかな。いや今日の体育きつかったねみたいな、そういうことだよね。面白いですねこれ。いや面白すぎるわ、うん、いやもうサウナ調査隊いろいろありましたね。毎回本当にこういうねミラクルじゃないんだけど、うん、こういう皆さんの面白いメッセージたくさんいただけて、はい、ありがとうございます。いや今回の調査内容面白かったですね。最高ですよ、はい、ちょっと待って俺の台本が消えた。あ、調査内容とともに消えた。調査内あれ、あったあったあったということで、毎回皆さん面白い報告をありがとうございました。ありがとうございます、はい、次回ね、内容どうしましょう。次回の内容決まってるんですよ。決まってる。台本とともにまた消えた。紛失しがちです。多いんですよ。紙がね、紙が多いから。めちゃくちゃ多いんですよ。次回の調査内容が。あれ。あった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 。いや、はい。すみませんでした。ちょっと次回の内容はですね。はい。ファンタジスタネームパパゲーノさんからいただいた内容です。これだいぶ前にいただいて僕がキープしてたものなんですけど。その地方にしかないローカルスーパーマーケットを調べてほしいです。私の地元の徳島県には共栄という24時間営業のスーパーマーケットがありました。知らないな。僕は何々です私は何々ですみたいな感じで送ってもらえると嬉しいです。いいですね、出てきそうですね、はい、番組終了後に調査内容をツイートするのでリプライで
答えを書き込んでくれると嬉しいです、うん、ちなみに都道府県まで書いてくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。以上サウナツ調査隊でした。 FM 大阪ビジネスクラジオファンタスティックレディオ。FM 大阪からファンタスティックスの沢本夏樹と堀夏樹がお送りしてきました。みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、エンディングの時間となりました。はい、はい、もうね、いやいっぱい話すことありましたね今日は。話しすぎました、うん、本当は普通メールももっと読みたかったんですけどね。面白い普通メールたくさんありまして、盛り上がりすぎましたね。ありがとうございます。そう、カレーとラーメンで盛り上がりました。ありがとうございます。はい、ということで番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしています。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。そしてファンタスティックからのお知らせですが、ニューシングルパノラマジェット発売決定です。よ、現在開催中のファンタスティックスライブツアー2023ファンファンジャンプのテーマソングにもなっています。2月10日から先行配信がスタートしているので、そちらもチェックしてみてください。お願いします。そしてその全国ツアーファンタスティックスライブツアー2023ファンファンジャンプが開催中です。次回は千葉、そして静岡、高知へと続いていきます。はい、そしてメンバーここでもいろんな活動をしていますので、今後の予定に関して詳しくは EXILE TRIBE MOBILE の中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜はファンタスティックスでベイビーローズを聴きながらお別れです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスのパフォーマー沢本夏樹とパフォーマー堀夏樹でした。いやー